はいみなさん、こんにちは。こんばんは。ここみチャンネルのショーが今日は第3次世界大戦、ウクライナ準備完了、ロシア TU-160 を投入をお送りいたします。よろしくお願いいたします。ウクライナにですね、まあ、NATO をはじめとしてですね、アメリカが、まあ、加わって武器を、まあ、供与ですね、まあ、プレゼントしているんですよ。でその詳細が手に入ったので、 今までにですね、どれぐらい武器がウクライナに運び込まれたのかということですね。えー、NATO とアメリカですね、が、まあ、合同で武器をどんどん運んでいると。えー、まずですね、防空システム、1170機。これはね、あのー、いろんな国のが運び込まれているんですけれども、あのパトリオットというね、迎撃ミサイル。 あとは、イスラエルがとっても性能がいいんですけど、アイアンドームシステムという防空システムを持ってるんですよ。それを丸ごとですね、運んで今設置している最中。このアイアンドームってのは優れてるんですよね。あの、もうミサイルが飛んできて、迎撃ミサイルが6発ぐらい一遍に同時に発射するんですよ。で 一発に対して六発発射してどれかが当たる。これ確率はね、すんごい高いんですよね。システムの、まあ、防衛システム自体のプログラムもとても優れていて、このアイアンドームを運んだという話になっていますね。ま,あ、まず間違いないでしょう。そういう世界中から防衛システムが運ばれて、まあ、ウクライナのキーウというね、あの街を守るということですね。で、戦車。 440両、多いですよ。日本の自衛隊が400両ぐらいしか戦車持っていないので、もう自衛隊を超えてしまってるんですよね。で、アイアンドームみたいなあの防御システム、防空システムは日本にはほぼないんですよ。アメリカからあのちょっと型落ちのパトリオットを、うん、まあ、買えよって言って買って持ってるぐらいで、大したもの持ってないんですよね。 だけどもうこの時点で、ウクライナは日本の自衛隊の総力を、まあ超えているんですよね。まああの、ちょっと後でまた話、詳しいことはしますので。で、その後ですね。歩兵戦闘車。この歩兵戦闘車というのはですね、歩兵部隊、要するに人が歩いて戦うその兵士を乗せていくんですよ。だいたい12人前後ですね。 あの入るんですよねあの座って移動していくんですね。その歩兵戦闘車、1510両ですね。これ、屋根に攻撃されてはいけないので、見張りの台みたいなのがあって、そこにあの簡単なね、降車砲みたいなのがついていて、機関銃のでかいやつですよね。連射できるものがついていて、それをぶっ放なしながら走ると。中に乗っている 歩兵の兵士を守りながらということですね。それが1510両。これも多いですよ。かなりね。で、その後です。大砲、655機。これ、大砲って言うとね、なんかあの、古いイメージあるじゃないですか。もう、大砲って言ったら日本人の方のほとんどが、なんか丸い、あの、円筒形の筒で、黒っぽいね。で、火をつけて、ドッカーンまあ、形はあれなんですけど、全然違いますよ。 あの、こちらがそうなんですけど、これはもうね、レーダー誘導装置がついていて、あの、もう目標地点をレーダーで指定して、そこに着弾させることができるんですよ。これはあの、イギリス製のものとかね、まあ、いいものが運び込まれていますね。それが655機ですね。そして多連装ロケット砲に使用するロケット、まあ、ロケット弾ですね。 9800発。これは結構遠くまで飛ぶし、あの命中精度の良い,いミサイルということですね。で、あとはですね、対戦車ミサイル60万9000発。まあ、相手の戦車を粉々にする、そういう、まあ、対戦車ミサイル60万9000発ですよ。これはね、多いです。すんごくね。これは本当にあの、もう、 大戦争ですよね。これをぶっ放したらね。そして、砲弾。まあ、その、戦車に対するそのミサイルだとか、まあ、大砲の砲弾とかね。全部合わせると120万6千発供与されてる。かなりの数ですよね。で、これはもう自衛隊全部超えちゃってるけど、え自衛隊が上回っているものがあるんですよ。これ今、あのー、全部、 共有されたすべてなんですけど、ウクライナにね。何か欠けていると思わないですかこれはあの、要するに、ジェット戦闘機がないんですよ。全く爆撃とかジェット戦闘機、ゼロ。これなぜかというとね、意図的にやってるんですよね、欧米がね。結局あの、ジェット戦闘機で、まあ操縦する人もいないんでしょうけども、あの、まあ、退役軍人いるんでね、も、ま、う、あ、操縦できると思うんですよね、もう一度訓練すればね。 で、まあ、新、あの、新型になっていたり、国が違ったりすると、まあ、一からやり直しっていうこともあるので、時間かかるということもあるんですが、ジェット戦闘機でね、まあ、ロシアに入ってね、やるとね、まあ、必ずロシアは何倍にもして返してくるんで、これはね、できない。基本的にやんない方がいいっていうことになってるんですよね。じゃあ、この、まあ、陸上部隊みたいなものですよ。じゃあ、この陸上部隊な、ね、部隊みたいなもので、 どれぐらい守れるのかね、ロシアを押し返せるのかまたロシアの国境付近に出ていって、ロシア側にあの反撃ですね。どれぐらいウクライナが与えられるのかということなんですが、まあ今読み上げたね、結構自衛隊の、まあ、ジェット機を抜いたらですね、ジェット戦闘機を除いたら、全部ほぼ上回っているんですよ。じゃあものすごい武器じゃないかと思うじゃないですか。思いますよね。 ところがですよ、タイトルにあった TU-160 ロシアの。これはね、大型超音速爆撃機なんですけど、マッハ1.2で飛行する爆撃機で、このね、TU-160 って結構古いんですよ。もう30年以上経ってんじゃないかな。あの、第1期目が飛行してからですね。ただね、すごいんですよ、これは。 まあ、あの、音速で飛ぶのもすごいんですけども、核ミサイルを、核ミサイルですよ。核ですよ。あの、一つ撃ったら街が吹っ飛ぶぐらいの。その核ミサイルを12発連射できるんですよね。まあ、正確に言うと6、6発連射。で、また装填し直して6発連射。まあ、合計12発。だから、まあ、TU-160 に、 積まれている核ミサイルは12発なんですよ。一発で、先ほどあの戦車440両とか読み上げたじゃないですか。たった一発で、この T160 の、このミサイルを12発あるうちのたった一発を撃つと、先ほどの歩兵部隊とかいろいろあったじゃないですか。全部吹き飛んじゃうんですよ。全て。あの何もかも、粉々。 勝てるわけないですね。だからね。無理なんですよ。じゃあ今一体戦車とかで供与して戦っているのは何なのかってよくわかんない。もう茶番劇ですよね。だからね。ロシアとしては子供を相手にしてるようなものなので、まあ時間稼ぎもあって、第3次世界大戦に向けての、まあロシアは完全に時間稼ぎ。だからウクライナと戦争をしたいんじゃないんですよ。ロシアは本当に。関係ないんですよ。ウクライナなんか。 ウクライナは、でもなんかね、武器供与されて、なんかちょこちょこやってくるんで、まあ相手してやってりゃいいやっていうことで、もっと大きな目標があるんですよね。そのための地固めに時間がかかるので、まあ今時間稼ぎをして、まあいきなりね、核ミサイルぶっ放すっていうわけにもいかないですね。あの、ウクライナの市民にね、別に恨みはないわけですけどロシアはね。だから市民がどうかなってしまうので、まあそれはしないですけど、 あの、最終的に、あの、どこかの国がロシアを攻撃したりとか何かやったら、そりゃもう、もう核ミサイル、あの、12発積んでるんですから、もう近くまで行ってその国上から連射しますよ。12発。まあ、あとは、あの、大陸弾道弾持ってるんでね、あっちこっちからもう連射ですよね、核ミサイルの。いや、もう、ロシアとだから喧嘩する国なんかないでしょ、これは。 だからね、ヨーロッパとか、なんか、横広がりでね、カナダとかアメリカとかが、あのまさか全部をいっぺんに攻撃できない,きないだろうっていうことで、今、武器を供与して、でも、一国で、ね、例えば一対一でイギリス対ロシアとかも絶対やんないですよ、ビビっちゃって。できるわけないですよね。アメリカはできますよ。でもそれやって、アメリカは今まで戦争で国内に被害ないんですよ。全く。で、 初めての国内に被害、あの被害がね、及ぶようなことはできないんですよね、アメリカはね。今まで一回も国内を攻撃されたことがないんですよ。あの小さい変な攻撃ありますよ、日本の風船爆弾とか。いや、そんなのあるんだけど。でもそれはあの、なんか一人二人亡くなられた方がね、いたいないとか、あの、そういう程度なんですけど、あの、まあ、そういう程度って言ってはいけないですね。あの、そういう、まあ、あの、被害があったんですけれども。だけどあの、 ロシアからね、核ミサイル飛んできちゃったらお話になるんですよ。そんなもんじゃないじゃないですか。大変な被害がね、出てしまう。だからアメリカとしてはそれは望んではいないです。全くね。あのアメリカいざとなってビビり症なんでね。本当に。あの、強い武器持ってるから威張ってるんですよ。武器がなかったらアメリカなんか本当に威張れないですよ。武器があるから威張ってるだけで。だからまあね、ロシアとまともにはやりたくはないんですよね。 だからそこで、まあ、TU-160 を今整備して実は実験的にもう1年前から飛ばしてるんです。で、試しにキーウに1発撃ってみたんですよ。核じゃないですよ。あの短距離ミサイル、普通のミサイルも24発積んでるので、そのうちの1発をね、あのキーウの,あの街の全然何でもない人がいないような外れに1発撃ったんですよ。この間ね。 で、ちょっと出方を見て、どれぐらいね、あの反応があるかっていうのを見ながら、まあデータ取ったりとか、まあどういう、あの、ウクライナが反応するのか,のかとかね。まあだからいろんなことを、あの、まあやっているんですよ。んまあそれは被害ないですよ。あの、全然あの空いてる土地に撃ったんでね。だけど、まあロシアは、お前らがあのしつこかったらやるよっていうメッセージを送ったってことですね。それはね。全く報道されてないですけど。 あの1発撃ったんですよ。TU160 からね。TU160 を出すぞってことですね。核ミサイル積んでるんだぞ、12発ということで、まあ、脅しをかけたということですね。うん、だからまあまあ、ね、ウクライナもね、だからあのバカなことはちょっとできないんですよ。うん、だからちょっとまあ、ウクライナに入ってくるロシアをまあ後退させる、ね、退かせるぐらいのまあ戦闘しか、今はね。 なかなかできない状態。まあ、だけど、まあ、準備は整っているということで、ロシア側はね、あの、本当に、こう、イランとか、まあ、インドとかね、中国に声をかけて、まあ、ほぼね、軍事同盟ですね、を結んで、もう、やりましょうってことですね。いざとなったらやるよっていう話で、今、進めています。まあ、間違いなくなりますね、これはね。で、ヨーロッパだって、 あの、もう反対運動はすごいですよ、スペインとかね。いや、もう、すんごいですよ。あの、金曜、土曜が特にすごいんですけど、あの、反対集会が開かれて、こんなに反対してる人がいるのかと思うぐらい、もう広場、スペインとかも広場埋まってしまってね、人しか見えないような、本当に、あの、そういう、あの、感じで、ウクライナに武器を供与するな。 俺たちの自由を返せっていうね、反対運動をしているんですよ、みんな。一切報道されないですよね。あの、ヨーロッパでも報道されないし、日本でももちろん報道されないですよ、全く。まあ、どれほどの人が反対してるかってことですよ。あの、スペインの人みんな外に出てきちゃったのかなと思うぐらいの人数ですよ。本ん,んあの、すごい人数で反対運動してるんですよ。だけど国はやめない。でも国民の多くがもうやめてくれって言ってるんですよ、スペイン。 あの、他の国でもそうですよ、イタリアも。反対運動すごいんですけど、一切耳を貸さないですよ。国民の声に。これはね、あってはならないことだしね、もう悪い奴らが上のトップの奴らが、まあもう大きい戦争に持っていこうとしているっていうことなんですよね。まあ、それがもう分かってるので、ロシア側も。まあ同盟組んでるんですよ。まあ、世界はだから大きく二分されますよね。間違いなくね。 うん、これはね、今年起きるんですよ。いや、もう起きてるんですね。もう、あの、プーチンはやるって言ったんでね。あの、何が何でも負けないと、終わらないと。だからこれは、まあまあ、もう始まっているんですよね。だからどこで、あの本格的な戦,戦争っていうかね、戦闘が始まるかどうかの問題だけ。あとはね、そう、うん。これは、まあ、イラン、イスラエルのあたりから始まるんじゃないかとは思いますけれども。 間違いなく、あの、大きい戦闘が今年開始されるということです。ということで、第3次世界大戦、ウクライナ準備完了、ロシア TU160 を投入をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。